照りつける日差し、足をくすぐる砂、きらめく海、そうとくれば、そうとくれば、戦車に乗っていくしかないじゃないですか。終わってるって。君がもうボケたら終わりよ。お疲れ様です、ムービンです。今回もブラアーカイブのゲーム実況やっていこうと思います。前回のパートが放課後スイーツ部のイベントを最後までプレイさせていただきました。で、今回からとうとう最終編に入ると言ったんですけど、嘘です。嘘って何って話なんだけど、今回ですね、多分タイトルに書いてあると思うんですけど、夏色のウィッシュリストをやろうと思います。で、前回の放課後スイーツ部の動画ももうすでに実は編集していて、そのタイミングでは夏色のウィッシュリストやらないよみたいなことを字幕で書いてあると思うんですよ。ごめんねみたいな、気が変わりましたなと。この画面、このトップ画面見ると、前回の、あーちょうど消えちゃった、前回の収録から結構日が空いてることがわかると思うんですよ。今やってるのがね、このシャーレの総決算ってイベントなんだけど、まあ、前回の収録から1ヶ月ぐらい、3週間かな、ぐらい空いてるんですよ。で、それはまあ別ゲー実況したりいろいろあったんですけど、まあそれは一旦置いといて。で、この動画を収録している、今収録しているリアルタイムのタイミングって何の動画が投稿されてるかって言いますと、僕って収録時期とその動画の投稿時期がずれてるんで、この時間に今、投稿されているものは何かと言いますと、ボリューム3の3章が全部終わったぐらいかな、僕が今収録しているタイミングっていうのが。なので、そのタイミングでね、いろんな方から言われました。夏色のウィッシュリストやってないの。すいません、ボリューム3の2章から3章の間に夏色のウィッシュリストっていうイベントが間に挟まることは知識としては持ってたんですよ。で、僕がその頃収録してた頃ってまだ常設化されてなかったんです。で、ここ最近のそのイベントをプレイしていくったのは、最終編入る前に知らない生徒を極力減らそうという趣旨だったので、夏色のウィッシュリストをやんなくていいかなって思ったの。ボリューム3出てくるし、みんな、いっかなと思ったんだけど、予想以上に視聴者さん、今ちょっと喉がガラついちゃったけどごめんね、視聴者さんからその夏のウィッシュリストいいよっていうコメントをめっちゃもらってて、今だから最終編入る前に最後のイベントプレイ枠としては、最後じゃなくてもいいんだけど、夏色のウィッシュリストやっぱやった方がいいなと思って、今回は、はい、やります。僕、ひふみちゃん好きだしな。よくよく考えたら、ひふみちゃん好きなんだからやれよって話だね。逆になんでやんねんでって話だね。はい、というわけで、やっていきたいと思います。今回は夏色のウィッシュリスト編です。ちょっと前置き長くなってごめんなさいね。はい、何分まで飛ばしてとか字幕書いとこうかな。で、今回、夏色のウィッシュリストやっていくんで、あらすじから読んでいきましょう。さまざまな事情が絡み合い。絡まり合いだね。絡まり合い、不思議なメンバーで海へと向かうことになったトリニティの生徒たち。リストの項目すべてを達成を目指して、彼女たちは海辺を駆け抜ける。何？リストって何？なんかミッションがあるのかな？というわけで、やっていこう。プロローグ。夏と海と少女たち。はい、やっていきましょう。あら、海にやってまいりましたね。どういう経緯なんですか？あ、ひふみさん。ひふみさん、エッチすぎんか？大丈夫か？ちょっと今日、喉の調子悪いな。多分音声カットしてると思うんですけど、ムービンが多分 1.5 秒ぐらい黙ったら、咳カットしてると思ってください。ちょっと今日、喉のガラつきすごいわ。すごいなんか喉が絡まる。多分昨日酒飲んだせいだわ。ごめんね、みんな。聞きづらかったらごめんね。わあ、海ですよ、海。ようやく着きました。本物の海ですよ、あずさちゃん。あずさちゃんが海見たことないみたいな話だったんだよね。だから一緒に見に行くみたいな。で、僕がボリューム3の3章やってた時はあんまり理解してなかったんだけど、この2人では来たんだよ、海に。けど、あれ？名前吹っ飛んじゃった。花子さんたちか。花子さんと、もう一人のエッチな子の名前吹っ飛んじゃった。エッチな子二人いるんだよな。どっちもエッチなんだよな。花子さんじゃない方のエッチな子って言ったらちょっと失礼だよね。でもその子が来れてないみたいな話だったっぽいんだよね。だからこの二人で来てるみたいな。だから
だから補習授業部みんなでまた来れたらいいねみたいなのをボリューム3の参照で言ってたっていう流れだったね、あれね。うん、海だ。あれはしゃいでるの私だけです。内心はしゃいでんじゃないの。あざちゃん、海に来るのは初めてなんですよね。どうですかこの視界いっぱいに広がる海。いいよね海、テンション上がる。ここに来るまで大変だったね。前日談があんの、さらに前日談、前日話があんの。うん、これでも結構感激している。なかなか悪くない。ただここに来るまでいろいろ問題があったせいでというか、なんかあったんだね。今も絶賛進行中というか。何があんの。どうしたの。一応この海イベントって正義実現委員会メンバーもいるよね。確かもらえるもんね、このストーリークリアすると。僕スキップでプレイしちゃったからクリアはしてるんだけどさ。そういえばそうでしたね。剣さんだ。剣さん相変わらずどう声当てていいか分かんないんだよな。キーへへぐえー怖いって。でも水着超エッチじゃん。あんまちゃんと凝視したことなかった。かわいいこの人。目真っ白さん目どうしたその目。すごいなんかデフォルメ調のなんかマスコットキャラみたいになってるよ。真っ白さん、ふうようやく着きましたね。けへへへへ。読みにき。どうしたどうした剣さん。きゃははは。怖いって。どうしたん。あ、そういうことか。何を思ったかっていうと、ボリューム3の3章って、剣さん出てくるんだけど、先生と剣さんが初対面じゃない感じだったんだよね。ここの時点が初対面なのかな、先生と剣さんって。どうなんだろう。黙っちゃった。私たちこの後どうしましょう。夏色のウィッシュリスト。どう読もうって思った結果、なんかすごい元気はつらつな感じで読んじゃった。後半なんかテンション上がりすぎて裏返ってたし。事件が終わりまた始まる。どうした、何があったんや、話聞こうか。今日喉やばいな、コンディション。やっぱね、実況を撮る予定の前日に酒飲んじゃダメだってことが分かったよね。うん、どっかのタイミングもね、そういう時あったんだよね。学ばないよね人間って。でも、こちらに入ってください。抵抗はしない方がいいですよ。何やらかしたんですか。早速キャーク、なんだろうなんだろう、拘束されちゃった。お疲れ様です蓮見先輩。うん、困りましたね。現在把握している限りですと、被害は正義実現委員会のメンバー30名余りが重軽傷、東の学園広場が半壊、第12校舎が全壊、それからうわすげえことになってる。ありがとうございます。詳しい被害についてはまた後ほど聞かせてください。ちなみにそれらはこの2人による被害の規模で間違いないですよね。武装集団や大型の何かと戦ったわけではなく。そうだよね、あの二人がなんか犯人っぽく今捕まってったけど、捕まえられてったけど、本当にその二人がやったんっていうくらいの規模の何被害被ってない、怪獣でも現れたんみたいな。まるでブリッツクリーク、何ブリッツクリークって。ブリッツクリークのように機動戦を仕掛けられてしまい、対戦車兵器 PIAT パイアットかな読み方を確保するまでの間、ずっと後手に回ることとなり、素早い機動力、それに加えてピンポイントの、榴弾兵か、これ確か毎回手榴弾の榴弾って字の部分だなと思って榴弾兵って読んでんだけど、間違ったらすいません、ばかり狙われてしまったこともあり、動きを止めるまで時間がかかってしまいました。驚くべき戦術です。そうでしたか。それにしてもまさか堂々と学園の戦車を盗み出すなんて、お二人とも思っていた以上に大胆なところがあるのですね。おー、戦車を盗み出したんだ。なんでだろう。いえ、その盗んだわけではありません。ちょっとだけ借りてまた戻しておこうかなって、それを盗むって言うんじゃい。世間ではそれを盗むと呼ぶのだと思いますよ。アジタニヒフミさん、シラスアサさん。ふんじゃないが。それは怒られるわ。れっきとした悪いことしとるやん。
あらかじめ決められたものはきちんと守らればならないのですよ。それが規則であれ何であれ、とりあえず皆さんの処遇について話し合ってきますので、少しおとなしく待っていてください。そりゃそうだよな。なんでそんなことしちゃったの？なんだかものすごい誤解をされちゃった気が。誤解じゃなくないか。なんだ。でも惜しかったよ、ひふみ。最後の狙撃一種の待ち伏せにさえ気づいてれば、まだまだ立ち回れたはず。あずさちゃん、そうじゃなくて。そう、そもそもどうして正義実現委員会を攻撃したんですか？おとなしく投稿した方が良かったんじゃ。あ、なんか やり返しちゃったのか。あずささんが。追いかけてくるから反撃しただけ。それにひふみが戦車をうまく操縦してくれたおかげで、かなりの数を倒すことができた。特に急加速後に見せたコーナーでのドリフト、あれは良かった。誰にでもできる動きじゃない。戦車でドリフトするって聞いたことないんだけど。どうやって何タイヤっていうの、なんだ、タイヤじゃないじゃん。なんつったらいいんだろう、ベルトコンベアのベルトじゃないけど、なんつうんだろう、あれでドリフトって可能なの？まあでも、あれか、ガルパンでドリフトしてた気がするから可能かもしれん。あれは操縦っていうより適当にあちこち触っていたら、ああやって動いちゃっただけで、ああ、そうなんや。たまたまドリフトが出たんだ。すごいな。どうしましょう。このままだと戦車を盗んで校内を疾走しながら正義実現委員会のメンバーを何人もやっつけた、ただの悪党になっちゃいますよ。クソ悪いやつやん。何も間違っていない。悪びれねえ。あずささん全く悪びれる気ないんだけど。ま、間違ってますって。こんなはずじゃなかったのに。あう。さてこれからどうなるか。爪でも剥がされるのかな、ひふみ。拷問に耐える訓練はしてある。はははは。だって面白いって。ずるいって。ずるいって、あずささん。怖いって。そしてそんな訓練はしてませんし、したくもありません。それに正義実現委員会の人は合本とかしないと思います。多分。多分。正義実現委員会の委員長も、あれは拷問というより処刑か。まあ確かにめっちゃ強いって言われてるね。剣さん。剣さんのことはよくわかりませんが、でも同じ学園の人に対してそんなこと。聞いた噂だと、もう何人もダメになったって聞いたけど。再起不能って意味ですか？確かにその噂は私も聞いたことありますけど。こうなったら全部正直に話して許してもらうしか。なんで戦車が欲しかったのかって話だよね。はすみさん。ちょっと弁明の余地はちょっとない気がするけど、どうしよっか。つまりまとめると、移動手段ってこと？この世界の移動手段、車とかないの？ひふみさん、スクーターとか運転できるじゃん。ボリューム3の2章かな。で、スクーター運転してたし、ああいうの借りればいいんじゃないの？なんか申請すりゃ通りそうなんだけど。何？遅い？それだと。あずささんに、海を見せたくて戦車を盗んだ。ということで合っていますか？はい、ちょっと学園の備品をお借りして行ってこようかなと。決して盗みたかったわけではないんです。ひふみさんのことですし、嘘をついてるとは思いませんが、普通に海に行けばよかったもの、どうしてわざわざ戦車で？そう、それは気になる。そう、それではダメなんです。何がどうダメなの？あんさちゃんは海を見たことがないんです。これが初めての海になるんですよ。あ、はい。ですがそれでどうして戦車を？どういうこと？せっかくの夏休みですし、シチュエーションとしてはバッチリです。照りつける、容赦。日差しだ。日差しか。日差し、足をくすぐる砂、きらめく海。そうとくれば。そうとくれば。そうとくれば。待って。お急についてけんくなった。さっきまでの文章を目で追ってたはずなのに、急についてけんくなった。せっかくの夏休みですし、シチュエーションとしてはバッチリです。照りつける日差し、足をくすぐる砂、きらめく海、そうとくれば、そうとくれば、戦車に乗っていくしかないじゃないですか。終わってるって。君がもうボケたら終わりよ。補習授業部は。君がボケ出したら終わりなんよ。最後の砦なんよ、君は。補習授業部における。まあ、花
子さんもね、場合によったらツッコミ役に回ってくれるから、まあ、安心感はあるんだけど、あの組織として。今いないから、終わりなんよ、君がそうなると。もう、あずさ3までこっち側回ってるじゃん、今の。一緒に協力していたはずのあずささん側までも、正義実現委員会側サイドに立っちゃってるじゃん、今の立ち絵的に。じゃあダメじゃん、もう。理解得られてないじゃん。理解得られてそう。待って、真白さん、理解得られてそうだよ。今、字幕ってこのセリフに全然目いってなかった。理解しました。夏休み、光る海、輝く砂浜、友達と行く旅行。そして、戦車から見渡すそれらの光景。確かにこれは外せませんね。海に戦車はつきもの、ロマンとすら言えます。初めて聞いたんだけど。どうだろう。他のそういう作品とか見たときに、海と戦車がセットになってるやつ。ガルパン、でもガルパン普段から海にいるからな、あれな。ガルパンの話ばっか出して申し訳ないけど、舞台っていうか各キャラクターが学校に住んでるんだけど、学校自体がね、巨大な戦艦なんだよね。町っつうのかな、町自体が巨大な戦艦っていう設定だから常に海なんだよ、あの人たち。コクコクじゃねえ、満面の意味すぎるだろ。そうですか。やっぱ僕のあれだね、このブルースタックスっていうアプリでこのブラカやってるんだけど、なんかやっぱカク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 するね。そうなの。友情、海、ロマン。要するに?なんですか?地震?いえ、おそらくこの音は。おもろいって。青春ドガシャーガシャガシャ。やばいやばい。おつるぎさん。きえー壁を突き破ってきました。剣剣か、ハテナマークだったの今。剣先輩、今までどこにいたんですか。キヤー海ー、どう呼んだらいいんだこの人。海ーじゃねえだろ、死にそうだろこれ。毒盛られてんじゃん。剣さん大丈夫そう。普通に読むわ。夏、友情、キヤー。すいません、ごめんなさい、許してください。爪は痛いのでやめてください。多分楽しくないと思います。拷問を受けると思ってるね。鶴井先輩、なんだか今日は特にテンションが高いですね。あ、普通なんだ。あ、これちょっとテンションが高いぐらいなんだ。ああ、そんぐらいなんだ。別に怒ってるとかじゃないのね。怒ってるとか苦しんでるとかじゃなくて、これがスタンダードのね。あ、なるほどね。割かしスタンダード。なるほど。もしかしてこれは、鶴井、くへへへ。へえ、ちょっとこちらへ。ああなんで蓮見さんに対しては普通に喋れるんだこの人。ふえこ、怖かったです。まだ終わってない、気を緩めないで。ひふみ、ここからまた襲撃、強撃されて戦闘になるかもしれない。そうなんですか、真城さん。私に聞かれてもちょっと分かりませんが、ただ確かにここ最近の鶴井先輩は少し元気がなさそうな日が多かったです。あ、そうなんだ。今日のテンションは高そうですが、なんとなくキレが悪いと言いますか、キレが悪い。そう考えると確かにちょっと危ないかもしれませんね。やっぱり。でも一緒に海行きたいんじゃない、そんなことないのかな。ただいま戻りました。ひぃ、せめて遺言だけでも残させてください。ひふみさん面白いよな。ひふみさんのさ、やりとりというか、会話の、なんだろう、言葉って、ギャグ漫画とかのツッコミ役っぽいんだよね。結構詳細にツッコむじゃん。とか、あと、なんだろう、ツッコミポイントが面白いんだよね。なんか芸人さんとかみたいな、その、ちゃんとボケに対してのツッコミが考えられてるものみたいな感じで、完成度高い返答を出してくれるね、ひふみさんね。何のお話ですか。剣には説明をして、今日は帰ってもらいましたのでご心配なく。あ、帰ってもらったんだ。話を戻しますが、二人にお願いがあります。え、はい、私たちにですか。一緒に海行ってくれって話、もしかして。
なるほど、司法取引か。司法取引って何？あー、そういうことか。なんかさっきまでやらかしたのをなしにする代わりにこれやってねみたいな。不問に、不問に何これ、不す、不与の不だよね。代わりに何か危ないことをさせようと。おそらくそんなに危なくはないと思うのですが、ボランティア活動と言いましょうか、処罰の代わりにやっていただきたいことがあります。処刑費はもちろん、戦車も正式にお貸ししますので。お、ボランティアですか。はい、決められたことを守れなかった代わりに、今度は決められた通りのことをしていただければと。ほう、あ、それでミッションが課せられるってことか。ウィッシュリストってなんかあんまり聞かないけど、ワードとして他のね、僕のソシャゲのゲームだと、あのね、ガチャのウィッシュリストってのが作れるんだよね。常設ガチャがあるんだけど、とあるソシャゲで、その常設してるガチャを引くときに、そのこのレアリティの高いキャラクターを15人まで選べるんだよね。15人までウィッシュリストっていうのに入れておくと、その最高レアリティが出た時にその15体の中からしか絶対出ないよっていうリストを作れるんだけど、それをウィッシュリストって呼ぶんだよ。で、本来の意味はどういう意味なんだろうな。なんか任務リストみたいな感じ、達成しなきゃいけないリストみたいな感じかな。埋める用のリストかなすいません、よく分かってなくて申し訳ない。それでマスカ、こうなるとは。剣と一緒に海に行ってリストに書かれてたことをその通りに実行してください。証拠として写真を撮って提出するように。今でもまだ何が何だかわからないのですが、なんだろう。とにかく私たち二人ではちょっとうまくやれる自信がなかったので。あ、それで先生にもついてきてよって依頼をしてくれたって感じか。それで先生にお願いを。なるほど、わからないけどわかった。わからないけど、まあ書かれてあることをやりゃいいんじゃないの別に。それでも来てくださって心強いです。ん、マシロさんが黙ってるね。理解した、こっちは感謝だな。私たちが逃げないように見張るつもりか。さすがに徹底してるな、正義実現委員会。いや別にそういうわけではないのですが。油断はしない、監視と言いつつ後ろから撃たれないとも限らないからな。なんだかすごく誤解されてる。マシロさんあんまスポット当たってこなかったから、イベントで見れるのは嬉しいわな。要するに夏季休暇ということでしょうか。はい、ご存知の通り剣もここ最近少し疲れが取れていないようですし。そうだったんだ。なんか最近キレが悪いっつってたけど、疲れが溜まってるってことだったんだ。ここ最近ずっと働き詰めでしたし、このままだと正義実現委員会としての任務に支障が出てしまうかもしれません。まあ確かに一番強いキャラクターである剣さんがね、あの穴になってしまうとちょっと正義実現委員会全体としてはちょっと辛いよね。なのでせっかくの機会ですし、真城も一緒に行ってゆっくりしてきてもらえればと。なるほど、確かに休息も任務、これも正義のために必要なこと、承知しました。ベストを尽くしてきます。先輩真面目やね君ね。このミッションをうまく達成できなかったらやっぱり爪を合う剥がさねえって。あずささんの言われてることん、あずささんに言われたことを鵜呑みにしすぎやで、あるいは作戦行動中に行方不明になることを狙っているのかもしれない。 MIA っつうのこれ。そのリストちょっと見せてくれる？何すんだろう。あ、はい、こちらです。なんだろう。遊ぶだけやん。遊ぶだけですけど。砂のお城と砂風呂作り。砂風呂ってなんだ。泳ぎを習得する、ビーチバレー、花火、スイカ割り、海の家。全部で6つですね。これらを剣さんと一緒に行って、証拠写真を撮らなければいけません。あ、そうなんだ。6つだった。1,2,3,4,5,6、 本当だ。だいぶ平和なミッションというか、夏の定番リストみたいな。まあ確かにこれやれば夏楽しんだわって言えるようなリストではある。相変わらず先生は素直すぎる。え、なんで？もし素直に目的を書いて、そのリストが誰かに奪われてもしたらどうする？めちゃめちゃカミカミ、ごめんなさい。
暗号はやり取りの基本。こういう書き方がされていても裏には何か意図が隠されているはず。何せ相手は他でもないあのトリニティ正義実現委員会。一度与えられたチャンスで使い物にならないと判断されたら明日の日差しはきっと拝めないはず。一度たりとも一瞬たりとも油断はできない。あずさちゃん、またそうやって怖いことを。でも受けた以上はやるしかないですよね。こうしてクルセイダーちゃんまで正式に貸してもらいましたし。クルセイダーちゃんって何？戦車の名前か。海、水着、日差し、そして戦車。これこそ私が求めていたイメージ通りの完璧な夏休みです。ひふみがそれでいいならよかった。そんな戦車必要かな。結構戦車好きだったんだこの子。知らんかったわ。ですので一旦難しい推測はやめにしましょう。まずは一つずつ書かれた通りに進めてみて。お？どうした？何の音？キャーやーやーやー顔やば。海、海だ。くわーな、何怖い。それでお化けお化けよ、みんな逃げて。それは失礼だろ。顔怖えだけだって。キャーうおさおしてる。楽しんでんのかな。先生、やっぱり諦めてもいいですか？頑張ってひふみファイト。静かに視線をそらす。静かに視線そらそう。うわー、助けてください先生。うん、いつもより平和な夏休みになりそうですね。ほんまか？どういう視点それ。日付は遡り数日前、正義実現委員会の任務中。きえもう疲れたって。剣さんの規制声当てるの疲れたって。夏なのに、最後の夏なのに。夏、友情、青春、海、水着、どこに、一体どこに。おもろこの人。そっか、3年生なのか君。だから最後の夏なんだ。ストレス溜まってるんだ。最後の夏なのに夏を楽しめてないと。私の青春がどこにもない。おもろこの人。鶴井先輩、今日は絶好調ですね。正直任務続きで疲れもあったのですが、こんな姿を目の前にして弱音は吐けません。私も先輩を見習ってもっと頑張らないと。なんか、なんだろう、戦闘の実力はいいのかもしんないけど、ストレス溜まってそうな発言はしてたよね。あんま伝わらんのか、そういうのが。正義実現委員会メンバーには。蓮見さんは伝わってたって感じか。せっかくのお休み。楽しんできてくださいね。うん、これがあったから、依頼したって感じか。まあ、一石二鳥みたいな感じやな、結果的に。夏の海辺と、お邪魔虫、次やっていきましょう。あ、全体のはいくつなんだろう。どこまで実況しようかな、今回のパートで。ちょっと後で考えますね。では、一番簡単にできそうなとこから始めましょう。何やるんない。この中でいくと、砂のお城と砂風呂作り。あー、まあ、今からやりゃいいよね。まあ、どれもそうなんだけどさ。これなら普通にできそうです。ではまず私が作ってみることにします。先生、いい感じのタイミングで写真を撮ってくださいね。剣作ろうぜ。剣さん、なんか体力ありそうだし、めっちゃ掘って。そしたら砂風呂できるんちゃう。楽しそうな感じで映るようにお願いします。なんだか本末転倒というか、楽しそうな姿じゃなくて楽しそうに映るように。ああ、そういうこと。なんか実績だけ適当に作ろうとしてる。もちろん純粋に楽しみたい気持ちはあるのですが、まずはミッションをこなさないとですし。まあそこがあれなのね。ミッションこなさないと正義実現委員会から怒られるって思ってるから、そういうこと言ってんだろうね、ひふみさんは。一応蓮見さんの意図としては剣さんに夏を楽しんでほしいっていう意図なんだろうけど、それがひふみさんにうまく伝わってないから、ひふみさんは必死にこの任務やんないと爪剥がされるって思ってるんだろう。失敗して爪は嫌なので、どうにか成功させないと。剣さん、
すみません、何かご気分でも害しましたか。大丈夫、剣も楽しそうだし。これ楽しそうなんじゃない、知らんけど。なんか分かってきたぞ、だんだん剣さんという人を分かってきた気がする。そうなんですか。では改めて水を入れて、ここに穴を、んしょ、どう、少しずつ濡らして崩れないように。でけた、できました、完成です。お、剣さん嬉しそうやん、こういうの好き。いかがでしょう剣さん、お気に召しましたか。なんでだよキャー、あー、せっかくの砂のお城がどうした。あ、違うんだ、あれか、剣さんが撃ったわけじゃないのか。なんでって思ったけど、チンピラが撃ってんだ。あ、海バージョンのチンピラだ。エロ服ほぼ布をまとってない。何この水着、えぐ、このズボン位置合ってる右の人のこの短パン位置合ってる。ちょっとおじさんだからかわかんないけど、位置下すぎんか。ちょっとあの、もしあのこのイラストがさ、体とさ服のパーツが分かれてるんだとしたら、ちょっと下に配置しすぎじゃない。ずこれずれ落ちそうだから持ってるんじゃないの。違う、これ支えてるわけではないおもろ。え、誰の許可をもらってここで砂遊びなんかやってるわけ。ああ、この六ヶ浜は昨日から私らのもんなんだけど、諸払いはどうしたよ。諸払い、剣さんもびっくりしてる。剣さんどうした、怒っちゃうんじゃない剣さん、正義執行しないと。どう、あ、怒ってる、そりゃそうだよね。吹っ飛ばされた、なんつう怪力だよ。まあそりゃそうだよな、このキボトスにおいて三強の一人、勝手に僕が三強って呼んでるけど、あのなんかワンピースみたい、ワンピースの四皇みたいな呼び方しちゃったけど、このキボトス三強の一人剣さんが出てきちゃったからね、もうチンピラは帰れないね五体満足で帰れないね。てめえらよくも一二三が作った砂の城を壊したな。え、はい、許せない、協力するよ正義実現委員会の委員長。キシャーおもろ、何話まであんのこれ。14か、じゃあ77ぐらいプレイすればいいのかな。あ、でもあれ、あ、ちょうどここで切れるから77ぐらいでプレイさせていただきましょう。おじゃまぶしカッコに見ていきましょう。さて、倒したおじゃま虫どうさ死体が落ちてきた大丈夫そう、死んでない、あ、死んでなかった、よかった。ぐっ、くそ、覚えてろよ、よく言えるなこんな怖い人相手に、あの別に剣さんのことは嫌いとかではないんだけど、剣さんめっちゃ顔は怖いじゃん、初対面だとさやっぱ萎縮するじゃんね。なのにあの覚えてろよって言える勇気あんのすごいなと思って、ちょっとびっくりしちゃいました。うん、あんな戦術も戦略もない動きに負けるわけがない。あ、うー、どうしてこんなことに。あ、でも剣さんも嫌だっただけでしょ、あの砂の城を壊して。うん、どうした剣さん、どうした、なんで黙ってんの剣、どうしたの。こんなはずではどう読めばいいかわかんねえ。なんか普段はなんかあーあーって感じで読んでたけどさ、こんなはずではみたいな感じじゃないじゃん今は。こんなはずでは、海が、夏が、友情が。剣はそれをちゃんと守ってくれたんだよ。あ、あ、はい。やっぱそういうね、なんつうんだろうな。本心んと、いい子ではあるんだよな。なんつったらいいんだ。難しい。他の作品、創作物であんまり見ないキャラやね。おもろいわ。おもろいわね。すいません、お待たせしました。ちょっとお手洗いが遠くて。あー、遠いよね。そういうの結構行くのめんどいしな。
海でするわけにもいかんしな。マナー的にもね。調子はいかがですか先生。無言で向こうの方を見つめる。あんな感じに。ん？どうした？できた？砂のお城。砂風呂。要塞ができとる上に乗ってるんだけど。これ先生の身長くらいない。なんかデフォルメされてるとはいえ。なんで鎮座してんだよ、二人とも。おもろ。ガチの要塞作ってるやん。これは一体どうしたんですか、アサちゃん。どうしてこんな大きさにしちゃったんですか。いえ、それ以前に一体どうやって。注文は砂のお城だった。お城。つまりはフォートレス。どんな攻撃を受けても対応できるようにした。間違ってないんですけど、違うところが間違ってますよ。違うところが間違ってる。ちょうどよかった。この海岸、遮蔽物も、なんだっけこれ。残壕だっけ。なんだろう。地面穴掘って、兵士が自分のその穴に入って、そこから狙撃できるような場所だったはず。だから、大体なんかその、自衛隊の人たちとか、その現場行ってから、その場所を作るのに、まあ1時間ぐらい穴掘って作るやつじゃなかったかな。それ別の名前だったかな。これなら敵の攻撃があっても大丈夫。安心して、ヒューミ。同意します。逆にこちら側からは狙撃がしやすい作りにもなっていて、とてもいい感じです。君らちょっと似とるね、そういうとこね。マシロさん？マシロさんも乗っちゃったんですか？やばいよ。ツッコミ君だけになっちゃうよ、このままだと。ん？ふふ？ふふじゃないが。楽しそうですね。そう、こういうツッコミをするよな、君って。これ写真に収まるんでしょうか？もう少し小さくて可愛い感じにはできなかったですか？いや、敵襲のことを考えるとこれでも最小限のサイズだ。これ以上小さくすると身の安全は保証できない。素材が砂だということはともかく、こうして高いところにいるのは気持ちがいいですね。敵襲来ねえだろって突っ込みたいけど、さっき敵襲されたから一概に否定できないんだよな。とりあえずみんなで写真は撮った。思わぬ形でお二人が意気投合しましたね。それにしても攻撃ですとか敵襲ですとか、こんな平和なビーチで、そうそうそんなこと、さっき起きたやん。でも、お、なんだ、おお、え、さっきの敵なんだ。取り返そうときたのか。敵を発見。産地の方向、水着のスケバンが多数。スケバンね、敵襲来たでしょ。ひふみさん戦うか。じゃあね、あ、さっきのやつと立ちぐらい一緒だが、あ、さっきと同じ人たちなんだ。さっきの仕返しだ。こんだけいりゃ負けねえだろ。覚悟しやがれ。夏を楽しみたいだけなのに。望むところだ。狙撃手、後ろを頼む。お任せください。私の実力をお見せいたします。どうしてこんなことに。君、いつもそういうこと言ってんな。あ、結構サクサク進んでんな。待てよ。すんな、to be continue って出てなかったから、こっちだね。はい。はい、倒しました。スケバンたちを蹴散らした頃には、砂のお城はほとんど崩れてしまった。写真撮っといてよかったね。ああ、せっかくアザちゃんとマシロさんが作ったお城が。仕方ないよ、ひぐみ。すべては虚しく、形あるものはいつか壊れてしまうもの。でも、すべては虚しいものだじゃん。バータティムだっけ。バニタスバータティム。エコーノオブタティムみたいな感じで言ってたはずだけど、確か。完全に覚えてなくてすいません。砂のお城ならまた作ればいい。虚しいことばかりのこの世界。それでも抗い、戦い続けることにきっと意味はある。めっちゃ面白いな、この二人。その通りです。悪はどこにでも存在するもの。私たちは常に備え、立ち向かわなければなりません。もう私には何もわからないです。本当に。こんな感じでいいんでしょうか？まあ、楽しめてればいいんじゃない？別に。こう遊ばないといけないみたいなルールないしな。
剣さんはどう思います？きえーはっはっはっは。剣も楽しそうでよかった。分かってきたね先生。僕も分かってきたわ。うん、楽しそうだなって思えるようになってきた。うん、これは楽しい感情なんやろなって分かってきたよ。そうでしたか、ならいいのですが。あ、そういえば砂のお城はできましたが砂風呂の方はまだですね。え、もう取ったんですか？いつの間に？一体どなたが？え、剣さんとスケバンの方たちですか？その写真見せていただいてもいいですか？埋まってるってこと、地面に。さっき助け出す前に1枚だけパシャッと。どんな感じ？ CG ある。なるほど。大丈夫でしょうか、これ砂風呂というよりは砂に埋められているという感じですか。まあええんちゃう。あの剣さんが楽しそうであればいいんじゃない。お、泳ぎを習得するですね。次やっていきましょう。はい、泳ぎを習得する。ではせっかく海に来たわけですし泳ぐとしましょう。あ、でもリストには泳ぎを習得すると書かれていますね。ってことは剣さんが泳げないってこと？ただ泳いでる写真を撮るのではなく泳げない人に教えてるところを撮らないといけないのでしょうか。まあいけないってことはないんだろうけど、まあまあそっか。でもあのこの子たちは今これを達成しないといけないと思ってるからな。この中に泳げない人っていらっしゃいますか？私は泳げないというほどではないので。海に来たのは初めてだけど訓練としての水泳なら習得済み。私もある程度泳いだことはあります。剣さん、あ、ちょっと恥ずかしそう。えんやで、泳げないことはマイナスではないんやで。僕ね、あの僕はねプールでは泳げるんだけど海では泳げないんだよね。なんでかっていうと海って足つかない場所あるじゃん。足つかない場所に行った途端なんか不安になるのかね、呼吸を息継ぎを必死にしようとしちゃうのがあってね、なんかうまく泳げなくなるんだよね。精神的な問題なのか分かんないんだけど、だからね海では僕泳げないんだよね実は。剣も泳げるんだね。どうやらみんな泳げるみたいだね。あ、これ泳げるって感情だったのか。ごめんなさい、あの勘違いしました。やっぱまだ剣さんレベルが足らないみたいです僕は。だとするとこれはどう頑張っても実行できないということですか。あ、でも僕が泳げないよひふみさん。いや、ゲームの中の先生は知らんけど僕海じゃ泳げない実は。なるほど、そういう罠か。昔の物語にもある珍しくもないやり方だ。遠回しに拒絶するために あえて無理難題をふっかける。竹取りの翁か、それは。あの昔話はなんだ、あのなんか3つよくわからん財宝を納品させようとする話、竹取りの翁だっけ。やられた。さすがにそういうことではないと思いたいですが、にしても困りましたね。習得しているように見える写真ならできないフリーでもいいのでしょうか。なるほど、書かれていることは泳ぎを習得するだとしてもミッション自体はそういうシーンの写真を撮ること。毒を持って毒を制す、そういうことか。ひふみ、その考えは悪くない。問題ないな監視官。監視役だった。え、私ですか。まあ大丈夫なんじゃないでしょうか多分。よし、じゃあ監視役の許可も下りたことだし始めるとしよう。ところで教わる役と教える役は誰がやる。やっぱりここは先生じゃないでしょうか。私渡す。振りだとバレないように説得力のことを考えると教えると言ったら先生かなと思いまして。まあそうか、なるほど、私でよければ喜んで。ありがとうございます。じゃあ剣さんかな泳ぐのは。でしたらあまり深くないところで先生に手をつないでいただいて、それで適当にバタ足をする、そんな感じで良さそうですね。では教わる方を。あれ皆さんどこに。え、僕嫌われてる。あ、いや逆だった。そういえば私泳げないんでした、溺れそうです、先生助けてください。緊急事態につき支援を要請する。繰り返す。緊急事態につき支援を要請する。あ、おっ、
ボボ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 待て待て、泳ぐのもダメ。懲りねえな、こいつら。ん？見ろ、あいつらなんだか知らねえけど溺れてやがるぜ。ナイスタイミング、これはチャンスだ。懲りなさすぎだろ。さっき砂に埋められてたんじゃないの、君たち。さっきの仕返しをしてやろう。おい、みんな連れてこい。泳げるからすぐ戻ってきた。ああ。戦闘ですか？あれみたいな。あれ話が違うなみたいな。そういえば、そのあたり膝くらいまでの深さしかなかったな。ははは死んだあ、死んだチンピラ死んだおもろー。泳ぎを習得する格好に。はい。スケバンの皆さん全然懲りませんね。本当にね。ほっとけよもう。危ないって分かってんだから。あの気絶したまま海の上浮かんでる人たちどうします？浮かんでるならいいけど、ちょっと危険じゃねえか。海って体の 2% しか浮かないでしょ。確か。なんか顔が上じゃなくて手とかが出てたら溺れちゃうね。とりあえず浜辺まで引っ張ってきていただけると。なるほど。こういうのが海か。悪くない。また変な知識インプットしちゃうって朝さんに。え、違います。朝ちゃん、違うんです。はい。あ、はいよ。これあれだな。どうしよっかな。7まで見るって言ったけど、もうちょっと 見た方がいい気がしてきてて。なんでかっていうと、このね、ウィッシュリスト後日談っていうのがあるんですよ。こういうのがあって、これ全く見てないからね。どんぐらいの、あれだかもわかんないんだよ。デジタルビデオって書いてある。ちょっとあんまり見ないようにしようか。あんま意識して見ないようにしよう。お。先生はどう思うかな。激エッチです。最低。あ、やっていきましょう、普通に。泳ぎを習得するまで見終わったんで、海の家見ていきましょうね。はい。多分海の家、カッコ1カッコ2見て、区切って、次回、後日談も全部見て終わりって感じかなと思います。よろしくお願いします。とにかく2番目までは耐えられましたね。2番目？あ、終えられましたね。耐えられたって読んじゃった。ペースは悪くない。次のミッションを始めよう。できるだけ早く終わらせて、最初の目的通り普通に海を楽しむとしよう。そうですね。すでにそれなりに楽しんでる気がするけど、十分遊んでるよ。それでひふみ、次のミッションは？なんだっけ、海の家だっけ。海の家と花火か、花火、あと一個なんだったかな。海の家にしましょうか。ただ普通に行って食事をしているところを取れば良さそうです。海といえばいろんなものが美味しいですし、定番のお楽しみの一つですよね。実は事前に調べておいたのですが、この六井ヶ浜には有名なお店があるそうで。あ、ここですね。おお、すげえ、ちゃんと背景 CG がある。失礼します。お、誰だ。おお、美食研究会の泉さん。いつもハンバーガー食ってる人だ。ん、あ、あれ先生、どうして泉はここに。泉もご飯食べに来たの。美食研究会の人もいるんか。ちょっと事情があって今はここで働いてるの。あ、働いてんだ。天使ちゃんさんがちょっと寝込んじゃってて、それで今日一日代わりにね。まさかこんなところで先生に会うなんてびっくりした。先生のお知り合いの方ですか。え、ん、あれって、え、ボリューム2の2章でしょ。2章、ん、ボリューム3の2章にいたよ。あれ、ひふみさん会ってないんだっけ。あれ、一緒にスクーター爆走してたじゃん。スクーター爆走と、何、車爆走してたじゃん。あの前の方に乗ってた人よ、この人。どこかで見たような、ゲーな。いや、まさか。あんまり分かってないのか、誰だか。全力でごまかす。そっか、
いつもと服が違うからわかんねえんだ。なるほど、先生のお知り合いでしたか。一瞬変に気張ってしまって失礼しました。よくわかんないけど気にしないで。さあ、せっかく来てくれたんだし、私の新作味わっていってよ。泉の新作、まさか店主さんが寝込んでるのって。何、この人料理下手系なの。そっちのみんなも座って座って。ここのメニューは何でも美味しいから期待してていいよ。ちょっとだけなら割引もしてあげる。なるほど、じゃあありがたく。それではお言葉に甘えて。先輩もこちらへどうぞ。みんなそのあれなのか、やっぱ料理下手なのかな。ありがとうございます。どれにしましょう。ちょっと話を聞いてほしいんだけど。先生どうかしましたか。ああ、メニューの名前がすごく斬新ですね。やばいね、これ。かき氷、チョコミント焼きそば、練乳冷やし中華、ナマコジュースのチョコレートがけ。ゲテモノだ。ユニークですね。いいセンスです。ユニークっていうか、多分それ文字通りっていうか、あ、そういうゲテモノ食いなの、この人って。確かにそうだな。この人、ハンバーガーにチョコかかってなかったっけ。この人が立ち絵で持ってるさ、ハンバーガーってさ、チョコかかってなかったっけ。なんか、普通ならありえない組み合わせの食を食うのか、この人って。それ、はすみさんじゃねえや。はるなさん的にどうなんだろう。美食研究会のリーダー的には、嫌だったりしないのかな。みんなそろそろ選んだ。ご注文どうぞ。僕もこん中で食うならかき氷かな。僕かき結構好きなんだよね。先輩何にしますか。チョコミント焼きそば。では私はナマコジュースのチョコレートかけで。一番これきつそうだな、ナマコジュースのチョコレートかけ。練乳冷やし中華。オーダー受けたまりました。かき氷、チョコミント焼きそば、ナマコジュースのチョコレートかけ、練乳冷やし中華、一つずつですね。柿シロップまだあったかな。まあ多分大丈夫。ちょっと待って。あ、先生は何を食べる。かき氷かな、僕は。私に作れそうなものなら何でも作ってあげるよ。どうする、何がいい。私は。タイミングよく、悪くじゃなくてよく。あ、可愛い顔。ふえー、お店が襲撃されてる。なんで、どうして。どうしてだと。本気で言ってるのか、このバイオテロリストめ。この声は誰。お、チンピラか。お、初めてチンピラがまともな行動をした気がするな。許さない、許さないぞ。お前たちのせいで私らのヘッドは今でもトイレから離れられない。またスケバンの方々が。自信満々に出してきたと思って油断した。クソ、お前の料理のせいで。こんなお店ぶっ壊しちまった方がケボトスのためだ。行くぞ。状況がよくつかめないのですが。問答無用。ほら、やっちまえ。ああ、私のじゃないけどお店が。待って待って、ここ私のお店じゃないから余計にダメだって。うわーん。よくわからないけど応戦した方がいい。食べ物を粗末にするなどというとんでもない悪の行い、見過ごすわけにはいきません。さあ、正義の鉄槌を。どうだろう。これ何度目ですか。確かにやりすぎよな。いくらなんでもやりすぎよ。うわ、なぜお前たちまでここに。くそ、この海の家とグルだったのか。グルではないです。せっかく作ってもらった料理に敬意を払わないなど言語道断、反省してください。あの料理に敬意だと、あんたら正気か。覚えとけよ、次こそは。もうな、逆に仲良しになってきたな。よかった、みんな本当にありがとう。おかげで助かったよ。危うく大変なところにな、大変なことになるところだった。いえ、これくらいは正義実現委員会として当然のこと。お店が無事でよかったです。それでもありがとうね。お礼にっていうのもなんだけど。
とりあえずこれみんなに。あ、これはただだから感謝の気持ち、さあグイッと飲んじゃって。見返りを求めていたわけではないのですが、ありがたく頂戴しますね。ところでこのジュース、かなり珍しい色をしていますね。いいからいいから遠慮しないで。さあ、あなたもそっちのあなたも。ではお店の無事を祝して乾杯。乾杯。その灰色の飲み物を飲む。灰色、怖っ。ごっくん、うわっはっはっは。それがナマコジュースのチョコレートがけだったと目が覚めてからも、目が覚めてから教えてもらった気絶したんか面白いね。はい、というわけで9話まで、9話じゃないんだけどね、正確には9エピソードまでやりました。というわけで皆さんいかがだったでしょうか。夏色のウィッシュリスト前編でございます。次回は後半で、残りのエピソード全部見ていこうと思うんですけれども、おもろいわ。やっぱね、全イベント本当はやりたいけど、まあ時間もなかったりするし、あれなんですよね、やっぱり最終編早くやりたいってのもあるので、ね、早めに最初やりたいってのはあるのでやりたいんですけど、やっぱイベント楽しいねっていうのが言いたかった。なんか最後発言編だったわ僕もあれかな、ナマコジュース飲んだんかな、言葉がまとまらんくなった。うん、やっぱイベント楽しいよね、でも最終編やりたいよね、他のイベントやりたいし収録したいけど、うん、でもやっぱ夏色のウィッシュリスト終わったら最終編入ろうかなみたいなことを言いたかったです。はい、すいませんでした。はい、というわけで次回、夏色のウィッシュリスト後編やっていこうと思いますが、今回の収録は以上で終了しようと思います。ご視聴ありがとうございました。ムーミンでした。バイバイ。